ラリー・ラック・カタルーニャ、コスタ・ドラダは、スペイン・カタルーニャ州で行われる世界ラリー選手権の一戦。別名ラリーでエスパーニャ。それぞれヨーロッパラリー選手権の一戦だった。ラリー・カタルーニャとラリー・コスタ・ブラバが1988年に閉催されて、ロギリ・カットルーニャ、コスタ・ブラバとなり、1991年より、WRC カレンダーに加わった。 WRC イベントとしてはまだ歴史が浅いが、大勢の観客を集めることで知られ、かつては地元の英雄カルロスサインツに熱い声援が送られた。2004年まではバルセロナの東のコスタブラバ周辺で開催されて、いたが2005年より西側のコスタドラダに移った。ラリーの拠点はコスタドラダの中心都市サロー。大規模。 テーマパークのポートアベンチュラにヘッドクォーターとサービスパークが置かれる。もともとはグラベルとターマックの両路面で行われていたが、1993年より全面的に高速ターマックコースとされた。しかし、国際自動車連盟の規制緩和により、2010年より再びミックスサーフェスのイベントになっている。フォーマットは、 グラベルターマックターマックという流れで、デイ1終了後のサービスで、サスペンションやブレーキ、ディファレンシャル、タイヤなどをターマック仕様に変更する作業が行われる。通常、デイ1の最終サービスの制限時間は45分間だが、このイベントでは75分間に延長される。1994年を除いて継続的に開催されていたが、 2020年をもって落選となった。2021年は当初候補外だったがカレンダー復帰し全面的に高速ターマックコースのイベントになる予定である1995年は2リッターワールドカップとして開催。ありがとうございます。